さんに絶対的に頭に入れといてほしいことが3つだけあるんです。自分が魅力ある存在に、人間というのは魅力ある人に誰だってなりたいと思います。その魅力ある人間になるためにはどうしたらいいのか。そのためには気づき、情報、元気、これを人に与えられるかどうかです。このうちのどれかを誰かに自分が与えられるのかどうかということを考えていなければいけません。だからあなたと一緒にいると、なんか私いつも気づきもらえるんだよね、なんか気が付かせてもらえるんだよね、あなたと一緒にいると、とかなんかあなたと一緒にいると、あなたさすごい何でも知ってるからさ、いろんな情報が私教えてもらえるんだよね、とか人に気づきを与えることもできない、自分は情報を持ってないのであれば、一番最後の元気、あなたといると私すっごい元気になるの、あなたの笑顔を見てるだけで私癒されるの、こんなの言われたら嬉しいじゃないですか。だから自分は一体どれを人に与えることができるんだろうかってことを自分の中でいつも考えていなければいけないと思います。魅力、非常に深いテーマですね。魅力、僕も今から16年前に自分の師匠から教えてもらった言葉の中に、この魅力という言葉を嫌というほど教えてもらいました。桜はな、魅力っていうのはな、会うたびに魅力についてずっといつまでも語る僕の師匠でしたけれども、無能証言という人がいるんです。僕の大好きな人ですけども、その人が言ってます。魅は世によって生じ、愚によって滅すんだって。魅力というのは人に与えることから生じていき、求めるところから魅力がなくなっていくんだって。だから自分が人に一体どれだけのものを与えられるのかっていうことをフォーカスして考えていなければならないってことなんですね。ぜひこれにフォーカスして、ぜひ日常生活においてどこまで落とし込めていけるのか、どこまで実践していけるのか、どこまで行動していけるのか。今日はものすごい情報量のお話をさせていただきました。しかも短い時間で、初めの方に話したことは全然皆さん覚えてないと思いますけれども、もしメモってる方がいらっしゃいましたら、ぜひまたメモを呼び返してね、ぜひ実践していただきたいと思います。運気は自ら積極的に上げにかからなければ絶対に上がらないのが運気なんです。だから なんか最近ついてないな、これは自分が自ら引き寄せてるって法則なんです。全部自分なんです。運気が悪いのは皆さん自分自身のせいですよ。運気は上がるんです。簡単に呼吸をするかごとく、あとは実践するかどうかです。今日は短い時間だったので、本当に氷山の一角のこんな 0.1 ミリぐらいのことしかお話できませんでしたけれども、ぜひ、僕日本全国で、いろんなところで講演させていただいておりますので、桜穂つゆき .com という僕の公式サイトがありますので、そこに僕の講演情報とか載ってますので、ぜひ、興味ある方はね、お越しいただければなというふうに思います。で、僕のやってるラジオの、夜のおっさん仮面という番組があるんですけども、これもですね、僕 DVD を作りまして、まあ、音声 DVD です。これ38時間あります。1枚でたった1枚の DVD の中に38時間、今日1時間半しか喋ってないんですけども、今日喋った内容の25倍がここに入ってます。宇宙の法則をしゃべっくり倒してます、この中で。もう超、自分で言うとうさくさいですけども、超人気番組です。ぜひ、高見さん来たんですかね、荷物。あ、来てますか。あ、荷物ちょうど届きましたので、これ売ってますので、ぜひお買い求めいただきたいと思います。このうっさん妙さんのプレート、これも売ってますのでね、もしよかったらぜひ、お買い求めいただきたいなというふうに思います。ということで、本当に短い時間に幕下でしまいましたけれども、まあ、皆さんの人生の中にね、ほんの少しでも何かお役に立てることがあったのであれば嬉しいなというふうに思います。僕この後懇親会もおりますので、もしよかったらね、話しかけていただければなというふうに思います。ということで、皆さん今日は本当にどうもありがとうございました。